BCG、BCG BC の略、カルメットゲランカン菌とは、牛型結核菌の実験出培養を繰り返して作成された細菌、および、それを利用した結核に対するワクチン、BCG ワクチンのこと。本来は前者にあたる細菌そのものを指す語であったが、一般社会や医学分野では後者を単に BCG と呼ぶことが多い。以下、本校では前者を BCG、 後者を BCG ワクチンと表記する。BCG は実験室で長期間培養を繰り返すうちに人に対する毒性が失われて抗原性だけが残った結核菌であり、BCG ワクチンは BCG を人為的に人に接種して感染させることで病気を起こすことなく結核菌に対する免疫を獲得させることを目的としたものである。BCG ワクチンは 2015年現在実用化されている唯一の結核の予防に有効なワクチンである。乳幼児結核の予防や重症化の予防の効果が広く認められている80%程度の有効性が成人結核に対する効果は調査地域などによるばらつきが大きいため0から80%、総合すると50%程度。 BCG ワクチン接種を実施するかどうかについては国ごとに判断が分かれている。また、ハンセン病など他の抗酸菌感染症に対する予防効果も認められている。極めて稀ではあるが偶然結核菌が皮膚に感染し、BCG ワクチンと同様の効果を発揮することがある。これを皮膚発感染病相と呼び皮膚結核の一つに挙げられる。 1796年にエドワード・ジェンナーは世界初のワクチンとなる牛刀接種を行い、ワクチンによる感染症予防の有用性が知られるようになった。この成功は自然界に存在する牛刀ウイルスが闘争ウイルスに似ているが、毒性の低い一種の弱毒株であることによるものであった。効果はあったが、接種すると牛になるなど根拠のない噂が流れ、 普及に時間がかかった。1881年には、ルイパスツールが、実験室での培養によって弱毒化炭素菌種を作り出すことに成功し、これを用いた、世界初の弱毒性ワクチンが作成された。弱毒菌種を人工的に作り出すことで、弱毒菌種が自然界に存在しない、感染症でもワクチンの開発が可能であることを示したものであった。 20世紀初頭、フランスのパスツール研究所の研究者であったアルベール・カルメット、アルバート・コルメットとコミル・ゲリンが牛型菌の共毒株の一つであるノーカード株を経内培養して PC の元になる菌種を作成した。病原細菌では実験室で人工的に培養を繰り返す、経内培養うちに毒性が弱くなる現象が、 よく観察されるが、牛型菌は増殖の遅い抗酸菌の一種であったため、作成には13年間、230代にわたる牛単重化バレー処売地による経済培養が行われた。その結果作り出された菌種は、元の牛型菌より、はるかに弱毒性で、人に対してほとんど病原性を示さないほぼ無害なものに変化した。1921年にパリにおいて、 母乳に混ぜて乳児に、傾向的に投与され、乳児結核症に対して、著名な予防効果を示したことから世界的に、注目され、各国に配布されて、結核予防のための弱毒性菌ワクチンとて、利用されるようになった。以後、国ごとに、境内培養されていった結果、現存する BCG には国ごとに遺伝的な違いが、生じている。日本では1924年に、 死賀清志が直接カルメットから分与された禁酒日本株に由来する BCG 東京172株が導入された。第二次世界大戦の後、その被害を大きく受けた東欧諸国を中心に結核の世界的蔓延が危惧された。そこでデンマーク赤十字社は1947年、ポーランドやドイツなどに医療チームを派遣して BCG ワチン接種を 積極的に行った。その翌年には、スウェーデン赤十字社とノルウェーのヨーロッパ救済機構が同調し、国際連合児童基金、ユニセフがこれに、基金の提供を行った。この活動に、世界保健機関、フーと非支援国側の衛生当局が加わり、国際結核キャンペーン、ITC、インターナショナルトゥーバーキアロシスキャンペーンが行われ、 BCG ワクチン接種が世界中に広まるきっかけになった。ITC の活動は1951年にフーに移管され、1974年にはフーが推進する予防接種拡大計画、EPI、エキスパンデッドプログラムオンイミニゼーションのプログラムの中にポリオ、マシン、破傷風、百日咳、ジフテリアに対するそれぞれのワクチンと共に、 結核用予防ワクチンとして BCG が加えられ、特に小児疾患の予防という観点から世界中に普及することになった。弱毒性菌ワクチン、生ワクチンには他のタイプのワクチン、死菌ワクチンや成分ワクチンとは異なり、という特徴がある。このため、という利点がある。結核菌は細胞内規生体であり、特に活性化マクロファージによる、 細胞性免疫が感染防御に重要であることから、資金ワクチンや成分ワクチンでは十分な免疫が得られないため、弱毒性菌ワクチンが必要である。BCG ワクチンの接種体制は国ごとに異なる。BCG ワクチンの有効性については、開発当初から多くの試験が行われてきたが、調査ごとに結果のばらつきが大きく、 その予防効果を疑問視する声も聞かれる。少なくとも、乳幼児結核と結核性髄膜炎など血行性に広まる結核病変については阻止する効果があることは認められているが、成人に狂気道感染した肺結核に対する予防効果について一件が分かれている。代表的な大規模野外調査の結果としては、イギリスでの調査報告で20年間で77%の 予防効果が見られるというもの、1977年、インドのでの15年間の追跡調査報告で、成人結核には全く防効果が見られなかったというもの、1980年が挙げられる。このほか比較的小規模な調査結果まで合わせると、カナダ、イギリス、ハイチなどでは有効性を支持する結果が、インド、アメリカでは有効性が低い結果がそれぞれ得られている。 日本では初期に行われた小規模な調査結果からその有用性が支持されている。アメリカで1935の1938年にかけて約2800名の結核未感染者を対象とした大規模な前向き研究ではワクチンの効力は52%と推定された。この臨床研究ではワクチンの効果は経年的な低減が認めれず、 統計的に1回のワクチン接種で50から60年間の有効性が持続することが示唆されたワクチンの効果は女性より男性の方が維持される系にあった。ワクチン接種の時期や種族、接種回数、起用歴、陰波等より歴などはワクチンの効果には影響を及ぼさなかった。ばらつきが大きい理由についてはいくつかの理由が指摘されている。 まず第一に、ワクチンに使用している BCG 株の違いが挙げられる。BCG 株が各国で培養を繰り返されている。うちに変異して有効性を失った株が使用されていた可能性が指摘されており、近年ではより元のパスツール株に近く予防効果があるという結果を示している。BCG 株をフーが選択収集して各国に配布している。第二に、 調査を行った地域で結核がどの程度流行しているかも調査結果に大きく影響している。例えば、チングルプットは結核の頻度が極めて高い地域であったため、ほとんどの乳幼児がワクチン接種前に結核菌と接触してしまっていたことが BCG ワクチンの効果が見られなかった理由の一つとして考えられている。この他、環境中に生育している。 抗酸菌の量や流行している結核菌の菌種の違い、人の遺伝的素因など様々な理由がその候補として挙げられている。当初は傾向投与されていたが、1923年には効果の増大を目的として、皮下注射法が行われるようになって以降、この皮下注射での副反応が問題視されてきた。これを軽減するために、被内注射法が採用され、 さらに国によっては、経費接種法、皮膚に針などで小さな傷をつけ、そこから吸収させる方法へと、投与方法は移行している。日本では、1951年の結核予防、法大改正によって、凍結乾燥 BCG ワクチンの接種が法制化された。BCG 弱毒性ワクチンによる予防接種には上述したようなワクチンとしての利点があるが、 稀に副反応が現れることもある。この副反応はハッシュ性 BCG 感染症と呼ばれることがある。旧来はスベルクリン反応検査の被害注射を行い、陰性、場合によっては、偽陽性もの場合に、経費接種が行われていた。接種時期も、幼児期、小学生、中学生の3回であった。2005年、平成17年の法改正により、 接種時期は生後6ヶ月未満、生後3ヶ月以降を推奨の1回となり、スベルクリン反応検査なしで接種することとなり、さらに2014年、平成26年の法改正により、接種時期が生後1年未満、生後5ヶ月以降8ヶ月未満を推奨に変更された。予防接種法に基づいて接種される定期予防接種、公費女性である。 方法としては1960年代から関心法、直径2センチくらいの円の中に針が9本ある、スタンプ状の関心と呼ばれる、摂取器を上腕部に2回押し付けて行う方法が採用されている。摂取後は、摂取部位が赤く腫れた状態になり、徐々にかさぶたひかし、やがて反根化する、経過や変化する、死入部の数や程度には、個人差がある。この反痕は、 時間の経過とともに退縮するが、完全に消えることはなく、反抗が一生残ることになる。類似のデバイスを使用した BCG ワクチンの、機内接種は、日本やイギリス、アメリカなどでも普及しており、局所の炎症や海洋を軽減する効果があるとされる。接種器の形、接種の仕方から、俗に、反故注射や、スタンプ注射などと呼ばれている。 結核発症の予防という本来の目的とは異なるが乳幼児に罹患する川崎病ではこの BCG 接種後が発生することが多く確定診断の一助とされている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください